カレン・シェーラ・ギランは、スコットランドの女優。スコットランド・インバネスにて生まれ、同地で育った。一人っ子である。7歳の時、ピアノを弾くことを学んだ。早期より演技の虜になり、いくつかの地元青年劇場グループや、チャールストンアカデミーに参加。16歳だった時、演技への関心がさらに募り、スコットランドの首都、エディンバラにあるエディンバラ・テルフォード・カレッジで勉強。その後、 ロンドンにあるイタリアコンティアカデミー・オブ・シアター・アーツで学んだ。18歳の時、ロンドンのパブで働いていた。並行して、モデル事務所にスカウトされ、モデルとしていくつかのファッションショーの舞台を歩いた。2006年、探偵シリーズ、リーバスにおいてテリコッター役で女優デビュー。2007年から2009年まで、スケッチコメディシリーズである、ケビン・ベショップショーで、 約2年間あまり複数のキャラクターを演じた。2008年、チャンネル4のテレビ映画、スタックでは、ギニー役で出演した。2010年から、テレビシリーズ、ドクター、フーのシーズンを、6、7において、エイミー・ポンド役で出演していた。俳優のマット・スミスとカレン・ギラン、ありがとうございます。